私たちはプロジェクトのために神奈川県の鎌倉市を選んで、皆さんと鎌倉について話したいんです。鎌倉は東京の南にあります。日本の中心にあってとても便利な場所です。4年前に鎌倉の人口は173,500人でした。じゃあ皆さん、鎌倉に手がいくつありますか？鎌倉は暖かい気候があります。温度は冬に2度から夏に31度の間です。春と夏には冬より雨が多いです。鎌倉のビーチに座って綺麗な海を見ました。あの日サンバードしたことがあります。鎌倉の太陽は危険すぎるから、もし日本に来たら傘を持ってきてください。由比ガ浜は長くて綺麗なビーチです。あのビーチは相模湾についています。それにあのビーチはあのビーチはそれにあのビーチは人気があります。鎌倉は東京から一番人気がある旅行です。電車で1時間かかります。人々は鎌倉に観光しに行きます。鎌倉にはたくさんのアクティビティをすることができます。家族と自転車をレンタルしました。ハイキングトレイルで歩くのは楽しいです。鎌倉の天然ハイキングトレイルの海は素敵ですよ。鶴ヶ丘八幡宮は有名なお寺です。あのお寺にたくさんの鳩がいます。建長寺は大きいお寺で鎌倉にあります。あのお寺はとても古いで、鎌倉五山の中に一番ランクです。鎌倉はたくさんお寺がありますが、大仏もあります。奈良の大仏だけが鎌倉の大仏より高いです。あなたは内部に入ることができます。お寺の後でお腹は空にするかもしれません。でも心配しない方がいいです。料理店が多いですから美味しいものがたくさんあります。おすすめは門戸の初陣料理で人気がある食べ物です。鎌倉から富士山まで車で2時間半かかりますが、富士山を簡単に見ます。富士山はとても大きいですから。鎌倉は2022年オリンピックに近いです。鎌倉でオリンピックセーリングイベントがあります。あれは楽しくて面白いでしょう。2020年のオリンピックに多分賑やかになって、ホテルとかホステルが欲しいです。私は日本に行った時にウィーベースホステルに、これはウィーベースです、ウィーベースホステルに泊まりました。鎌倉にたくさんの面白くて有名な祭りがあります。5月5日に伊勢が侍服を着てストラシカに矢を打って歌を演奏します。矢倉は墓です。主に侍が矢倉で埋葬されてあります。私たちはなぜ矢倉が作られたの、かわかりません。怖いですね。じゃあおそらく全部のドライブを阻止しています。
実は幕府の時代に鎌倉市は強かったです。北条一族のクレストは3つの三角形でゼータのトライフォースになりました。鎌倉の花はゲンシアナです。あの青い花は平安時代の源一族の花です。鎌倉の木は山桜です。鎌倉は美しくて暖かいところです。鎌倉はビーチやお寺や観光スポットがあります。あなたは行った方がいいですよ。ありがとうございました。頑張る。